こんにちは。いや今日雪のあまらやばいマジで。時間や社会通念にとらわれない配信者たちは空腹を満たす行為を視聴者に見せつけ銭を得る。時としてコメントによる誹謗中傷キラコメを浴びながらキャメラの前で物を食べる孤高の行為。この配信者の食こそが究極の人間観察と言えるのである。画質になって。ジンは除雪作業を昼で終え昼食を取らず配信を開始した。これマフラーじゃない、これネックウォーマー。ジンは雪の侵入を防ぐ目的で何かしらの布を首にぐるぐる巻きにしていた。こんな積もったんだぞ一晩で。雪さはなかったんだよね昨日までは。北の大地に寒波が押し寄せ記録的な大雪に見舞われていた。何時からって俺朝だよ、だからもしかしたら電話つうか明日もあるかもしんねえんだよな。除雪士のジンは大雪が降るとポケベルが鳴り現場に駆けつける頼もしい男だった。明日でも気温高いからなと話しているうちにもジンのまつげに雪が積もり始めた。雪で遊ぶじゃなくて羨ましくねえよ全然。あのはっきりさ言うけどさ、雪羨ましいって言ってる人はさマジ来ても住んでもマジなんまるうぜ。雪が降って大はしゃぎする野良沼気取りなジン。そう一晩だなって腹減ったな。何食うかな昼飯、白子でも食うかな、白子。俺白子好きなんだよね白子のポン酢が、あれあったら永遠に食える。生ガキと一緒で、生ガキや白子など白濁した喉越しを味わえる海産物なら無限に食べ続けられる日。ここね2日間まあね配信しなかった理由はいろいろあるからさ。人間との出会いを求めマッチングアプリに情熱を注いでいたジン。あの人いたじゃんカズエちゃん、カズエか。さすがにさあれはちょっとねやりすぎたなって心痛いなと思って。ちょっとさだって68歳じゃん相手は、守備範囲が広すぎるジン。お前54って、68がロリコンじゃねえだろ全然。でもさ世の中にさ俺と同じ年と68歳の女性が付き合ってるって事例あるのかな、事例ではなく判例を作ってしまいそうな見た目によらず若いジン。遺産目当てって、いや俺は遺産目当てじゃないんだよね全然。ただそういう抱ければいいっていう抱くためのあれやから、抱ければ別にノルマ達成だから、課されたノルマを黙々とこなす。何を言ってるんだジン。自分のあの歴史として刻めんじゃん一応さ。黒歴史を作るジンの野望。なんで作業着って仕事だったから、作業着仕事お疲れ、あざっす終わった、でも分かんない、もしかしたら雪が何まら来たら夜出動メールかもしんねえからちょっと油断できないんだよね。昨日も夜ぐらいに電話来てあるって言われたからちょっと分かんないな、もしかしたらワンチャンさ夜に電話来て明日もあるって言われるかもしれないから、ちょっとそれ俺はそれに怯えてる、急な仕事も天候次第、息つく間もないジン。用法容量を確認するジン。ジンは黄色い液体を体内に流し込む。ジンは
液体に溺れながら時折息継ぎをしていた。うまい、納得のうまい。分かる人いると思うけどさ、こうやってさ、あの押しながら飲むのって分かる人いない？喉乾いてると俺やるんだよ、こうやって。分かる人絶対いるって、こうやってやりながら。ジンはペットボトル押しつぶし水圧を上げ、迅速に液体を取り入れる驚愕の機能を持ち合わせていた。喉乾いてると本当に。生ガキ売ってるかな、スーパーに。そしてジンは昼食となる好物の食材を求め歩き出した。俺さ、マジ世の中で好きなのは白子のポン酢、生ガキ、ブロッコリーね、トマト、ナス、昼飯トマトでいいか、トマト。ジンは今最も食べたいトマトを選択した。マジでやばい、マジでやばい、なんか別にまだな。ジンが昼食を求め向かった先には予想だにしなかった豪雪が待ち受けていた。どっから信号通るか。ジンは積雪前の状態を思い出し避難路を導き出した。コンビニで、いやどうすっかな、昼飯生ハムとトマトでいいか、生ハムトマト納豆でいいか。ああ俺の昼飯。ジンは最後の晩餐となるかもしれないメニューを視聴者に伝えた。奇跡的に豪雪地帯を脱出したジンはコンビニに入店。予告した食材を次々とポッケにしまっていく。ペペだれます。やがてアジトに到着したジンは固めのソファーに腰を下ろす。腹が減った。じゃあハムいただくわ、俺の今日の昼飯。うまい、納得のうまい。ジンは原材料を確認しながらうまいハムに感心した。ジンは引き割り納豆を開封し右手でこねくり始めた。渾身の直食い。ジンは慣れた手つきで次の直食いに取り掛かる。あるのかよ箸。ジンは抵抗する納豆を一つにまとめ魔法の液体あれを注いだ。2個目の液体。ジンは白い吐息で一見ホカホカに見えるこねくり回した納豆を視聴者に見せつけた。うまい、納得のうまい。納豆三姉妹を食べ尽くしたジンは次なる準備に取りかかる。セイコーマートマト。ジンはトマト美女にそっとキスして差し上げた。ユッキーなまらやばくないですか。ユッキーなまらやばいっすよ、めっちゃ多分止まりますよね。